時の流れの谷に伊佐尾高志この力岡崎これが我が城主伊佐谷の先生青いかしなさい。いざ出発じゃ。幼き頃よりいいやつと、御為に年下がいっしょ。いいか
信し、一流大三万まず知らせ、さらに神と名付けられしは神武家最強のプレッシャー、ワイトだ、ホンダスターだ、さあ負けつよ様って言いなさい。四天王の信頼は家康公の片腕とは誰が呼んだか、それがしは幼き様のお目付け役、新着獲物様だ、三河武士の加賀として徳川四天王が必要だ。さあ来い、天皇の天下にあらず、天下は天下の天下なり、我慢信仰管理法おさなき頃より戦国の定めという名の雑誌流儀、流れる海馬それなしの生涯かけたの望みとは天下太平の世、陸王を越えて激動の平成の世に生まれのいかわし、我らそれが家康、家康だ、家康を守る、プレッシャーはない。
面白くねえのがあるで、みんなあの初めて見る方も覚えててくださいますから、行きましょうぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。大人になれ。まだライブしろ、ポカンとしてるよ、見とるよ、わしちゃんとそこも見とるよ。行きましょうぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。大人になれ。あれしないね、こっちも行きましょうぞ。笑ってるだけだって一緒に参加せんといかんよ。三河武士でございます。どうじゃよ、わしら450歳超えとるよ、わこ見えたでしょ。ほんじゃろ。でもな、400年の時を経て伝説妙によみがえったということでな、普段は岡崎の地を拠点にして、この岡崎を盛り上げて日本を元気に、いや世界を元気に盛り上げようとわしらは尽力しておるわけでございまする。でもな、400年前はもっとな、なんかその手元がな、もっと少なくてな、まあまあな、ちょっと全然様変えてしまったんじゃな。でもな、今の岡崎は、ええところに前があるんじゃ。その岡崎のええところを今日は、武将隊がちょっとみんなが発表したいということでな。誰か、わしらというのはおらんか。うっせぇ、岡崎のええですね。なんかあるね。じゃあここは、はい、やはり筆頭に答えてもらいましょう。Thank you.